お隣の天使様第8話のレビューをしました。もうほんと砂糖を吐きまくるような展開でしたね。まあ、前回真昼の悲しき過去が明らかになって、まあ、それでキービジュアルも変わったんだけど、まあ、あれで真昼は完全に天音くんの恋愛感情を自覚しましたって話です。今回めちゃくちゃ真昼がその辺の兼ね合いがすごくて、もう本当にグイグイ天音に出てくる感じすごかったですね。もう膝枕してやったり、もう調理実習でウキウキしてたり、もうユヒリラジオみたいな顔してましたね。あとまあ門脇くんがなんか天音くんと仲良くなってるのをちょっと嫉妬したりとか。いやー、岩見真奈子さんがめちゃくちゃ良かったですね。ASMR 発売してほしいって言ってる人たちがよくわかる気がします。まあ、ドラマ CD で似たようなあれやってますけどね。マジで今回の岩見真奈さん、もう真昼が完全に天音くんに出れてることよく分かった上で声に乗せてるから、いやすごいなと思いますよ。本当にこう第1話の頃とか本当にツンデレしてた感じだから、まあ、本当にこう岩見真奈さんで正解だったなって感じです。この辺は原作小説の一巻が出た時に岩見真奈さんに CM 歌わせてたんだけど、本当にこの人がすごいなって思います。天聖王女のあのユヒリアもすごかったけど、真昼もすごいですね。まあ来期の馬娘のライスシャワーにも期待です。ちなみにライスシャワーは俺の妹です。あとは天音もいいですよね。天音ちょっと悲しき過去があることを伏せられてるけど、まあそれでも真昼と出会えてよかったっていうことがもう書かれてて、まあこの辺どうなのかなっていうのはちょっと気になりますね。2期があったらちょっとざまみたいなことするんだけど、まあそれはそれで別として、まあざまって言っても結局真昼と出会えてよかったとかそういうことを見せびらかすような展開なんだけど、あとまあ個人的に好きなシーンとして、なんか真昼がなんかこう危ないんですよね。調理実習の時悪ふざけしてたやつらがちょっとなんか熱湯みたいなものをちょっと かけそうになったのを天音がかばうっていうシーンあるんだけど、いやここめちゃくちゃかっこいいですよね。お隣の天使様のいいところって、あの真昼が可愛いのはまあ一番そうなんだけど、天音のかっこよさも結構それぞれ結構出してきて、まあ、これ結構イケメンだなっていうのがようわかるのがいいんですよ。まあそりゃまあ海外の男性キャラ人気でも1位になりますよ。本当いいキャラだもん。まあ、というわけで今回も本当にめちゃくちゃ甘い展開を入れまくってたんですけど、まあ、ただまあちょっと不安なところって結構あって、作画結構大変だなって思いました。さっきあの悪ふざけしてた連中のなんか雑巾かけしてるところとかめちゃくちゃなんかやばかったですし、プロジェクトナンバーナインさんがどうこうっていうより、まあ、今期のアニメ全体的になんか作画不安とかあって、まあ、伸ばすか、まあ、ちょっと不安なまま突っ切るかっていう2択選ばれてる感じですね。ただまあ真昼の可愛いカットとかは本当要所要所で頑張ってると思うし、本当最後まで駆け抜けてほしいです。そうなんだよな、残り1ヶ月なんだよなと思いつつ、まあ最後はあそこだと思うので楽しみにしてます。やっぱ東方かけるナローはいいですよ。まあ、ルディさんとマウマモさんにも言えるしね。以上です。